また俺、香港人です。日本名わからないだから英語で書いています。ヤリー・ケーヒル、ルカ・モドリッチ、ディエゴ・ゴリン、ジョアン・モーティーノ、フック・ハルク、レオナルド・ボヌチ、アルトゥーロ・ビダル。いや、ご丁寧に、ご丁寧にありがとうございます。ケーヒル・モドリッチはいなかった気がするな。ジョアン・モーティーノはいたよね。復帰はいなかった。ちょっと、ちょっと、英語わからないの。今度バーチャットでゴリ押しゴール決めて、またあの関係ないから演出が見たいです。どうせ無理だろうけど、ま、バーチャットのゴールが結構こうなんていうんでしょう、レアだからやっぱバーチャット演出を使いたくなっちゃうんですよ。ただイブラヒモビッチさんに関してはですね、関係ないからゴールあるんじゃないですか。あの体格とセンスを生かした全く他を寄せ付けない関係ないからゴール。最近見始めたんですけど、こんな面白いチャンネルなのになぜあんまり伸びてないんですか。とりあえずチャンネル登録2回押しておきました。リーチマイケル、僕もなぜ伸びないんだろうと思います。僕もちゃんとチャンネル登録2回押しておきました。え、伸びてないんですか。コメントの数しか見てなくて、5年前からやってると聞いてたので、てっきりすごい方なんだと。そんなこんなでチャンネル登録した後にもう1回押して次押すの忘れました。2回押したら解除です。途中で入ってくる広告が高画質で目が痛い確かにね、ゲーム自体は決して高画質とは言えないからな。そこにあのとんでもない綺麗な広告流れて目が痛いよ。うん、このゲームめっちゃやってたけど、コーナーからの直接ゴールは初めて見ました。びっくりした顔が緑になりそうでした。なってるけどね、マメちゃん緑に顔。なってますけどね。眉毛が一本だけ伸び続けてるんですが、このまま触覚になってしまうのでしょうか。これは由々しき事態です。いやいや、一本だけ伸びてるっていうか、あなたは眉毛が一本に繋がってるっていう感じですけど、どっちかって言ったら。猫ニャさんのチャンネル登録者数が増えて悲しいのは僕だけでしょうか。いいえ、違います。私もです。その分私たちが登録を解除すればちょうどいいのでは。なるほど、いい案だな。いや、私は嬉しいんですよ。いいあんだなじゃねえんだよな。初コメントです。4日前くらいから楽しく見てます。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。4日前から見てくれて本当に嬉しいです。5年前からやってます。そば派ですか、うどん派ですか。これはね、ちょっと構図つけがたいんですよね。うどん。皆様、この度私猫ニラはデロッシー選手が2020年1月に引退していたことを全く知りませんでした。大変申し訳ございませんでした。なんで知らなかったんですか。アホだからです。海外サッカー見てないんですか。のリーグは見ていませんでした。アホでした、すみませんでした。デロッシ選手の扱いはどうなるんですか。規定上ですね、使用することができ、規定ってないんですかって話なんですけど、使用することができないので、ちょっと本当に大変申し訳ございませんが、買い殺しという状況になります。次の移籍でですね、移籍期間でですね、チームを旅立っていただくような形になりまして、プロサッカー選手としてのキャリアを歩んでいっていただきたいなと思っております。チーム財政的にも監督解任の噂が立っていますが、どのようにお考えですか。勝ちます。はい、ということでですね、やっていくやっていくんですけど、デロッシさんマジで嬉しかったんだけどな。編集してる時にあれ大丈夫かと思って調べたら案の定でしたね。使えないんですよ。使えないんですが、ちょっとデロッシさんを組み込んだこの2ボランチシステムは非常にこう使い心地が良かったので、このフォーメーションは生きていきます。ほんと半年間チームのためにメンタルコーチとしてちょっと取り組んでいただくような形になるんですけれども、本当すいません、よろしくお願いします。タフマン10年分あげます。でコメント欄ではですね、まあ、検索してくださいっていうコメント来てるんでちょっと見ますね。ジョン・テリー調べてないっけ。そういえばサンキュージョン・テリー、はい、こちら強い。サンキュージョン・テリーっていうのはですね、ユナイテッドとチェルシーがチャンピオンズリーグ決勝で戦って、ジョン・テリーが PK を外した。確かもうちょっと記憶曖昧ですけど、その PK 戦の時にユナイテッドユニフォームを着た外国人の方が、僕スポーツバーで観戦していたんですけど、ユナイテッドユニフォームを着たなんで外国人の方がサンキュージョン・テリーっていうすごい叫んでいた時のモノマネです。失礼しました。リカルド・カルバーリオ、リカルド・カルバーリオ見せてないっけ。リカルド・カルバーリオシャープ11、なんかなんですか、紹介した選手、検索した選手見んのめんどくさいっていう風に書かれてますけど、コメント欄を開いてコントロール F してカルバーリオって打ったらオレンジ色になるでしょ。みんなその機能知らないのかな。エムレ・ベロゾール、てか紹介してなかったっけ。じゃ僕の記憶もね、ほんとまあまあ今回のデロッシー事変のことで分かったと思いますけど、そういうことです。私は、ビドゥカこちらです。強い、むちゃくちゃ強い。はあ
はあ、まあ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 、確かにお強いっていうか素晴らしい選手ですからね。身長高くてね。コバチェビッチ。ヘディングの能力。見たい。95! まあでも、どうなんでしょう。私あんまクロス上げない人間な、まあなんですけど、このウィーレイトはクロス強いんかね。僕クロスで手に入れたことありましたっけ。ルーベン・バラハ。こちら。素晴らしいですね。スバラとしか言えない。あと、スウェーデン代表を見せてくださいっていうコメントが来てたんかな。今日はスウェーデンを見せて、ちょっと、あ、そう、国を見せてくださいっていうのがすごいやりやすいよ、私は。皆さん。よろしくお願いします。国は見せれるよ、すごく、すごく、はい。スウェーデンですね。これ、代表メンバーが一番左側に出てくるっていう認識でいいんかな。どうなんだろう。どうなんですかね。ただドイツとかスペインとかと13ページとかになるんで、なかなかそれは厳しいかもしれないけど、左側一番左の1ページ目が代表っていう認識でいいのであれば、そういう感じで並んでるもんね。そういう感じで並んでません。いや本当だったらユングベリ取りたい。 J リーグに来たことある人縛りっていうのどうですか皆さん。今考えてるのはもうちょっと古い作品やって、監督経験者がある人縛り、もしくは、まあ、このぐらいの年代で J リーグに移籍したことがある、 J リーグに所属したことがある、まあ、過去でも未来でもどっちもいいんですよ。 J リーグから海外に旅立っていった選手、もしくは海外が J リーグに未来ね、今現在までに J リーグに来た選手しか獲得できませんよみたいな縛りいかがです？それを考えてます。どうでしょうか。私の脳内ではありなんじゃないかなと思ってるけど、結局皆さんが拝見していただけるかどうかっていうところが問題になってきますんで、ね、やっぱ再生回数1だと僕も動画続けられないんですよ。奥さんに怒られちゃいますから。はい、収益があって認めてもらってるっていうちょっと黒い話になりますけど、それはどのね YouTube 配信者も一緒だと思うんですけど、その辺もねちょっと加味していただけると。ただベロッシさんには本当申し訳ねえ。本当だったらもう今ね猫ニラ FC なんかにおらず、バリバリぐんぐん活躍するはずなんですよ、ローマでね。違いますか。そうでしょ、どう考えたって。あとはこの辺はもう代表じゃないの多分。ストリーマーってスウェーデン人だったんだ。さあやっていくぞい。ちょっと勝たなきゃいけない戦いがずっと続きます。オリンピアコスとはやったんだね。勝ったんだよ。でシャルケとのカップ戦か、セカンドレグので、アトレティコ、そしてベンフィカ。おー、ベンフィカですよ皆さん。まあスポルティングにいたクリスティアーノ・ロナウド選手はちょっと燃えてんのかもしれない。全部私の妄想ですからね。燃えてんのかもしれないとか言ってるけど、全部、おい調子がいいの。まず1戦目シャルケだよね。シャルケは全力でいこう、全力で。ちょデロッシーさんちょっとごめん、本当にミナンダメンタルコーチの ポジションです。シュマイケルちょっと使いたいんだけどダメだな、調子が。イブラさんとマーク設定でマンマークで見ましょう。まあ、イブラさんやっぱ強いな。でもアユートン強いな、アユートンね。いいですね。これは絶対勝たなきゃいけないんだよみんな。ほんと命かけて、命かけてこう。よし、デロッシさんにも猫ニラ FC で1試合出れただけでもよかった。あのクラブは偉大だって言ってもらえるクラブになるんだ俺ならは。ちょっとこの世界の海で、ほら来た、入ってきた、カニしんちゃんごめん、これイブラですか。顔はまああれですけど、髪型がミナンダ、髪型がミナンダに見える。素晴らしい、フラスルが飛び出ました。誰からだ今フラスル、誰あれ。
小野かな、え、誰それ、ロナウド7番だからロナウドだろう。こうですよ、シュートは真ん中、ど真ん中。いや、ちょ、この世界の雨粒、大粒すぎませんかって言おうとしたら、いきなり点が入った。いや、ただまあ皆さんお察しだと思いますけど、チェルニーリ、バーチャット、ナタテココっていうのは、ちょっとネコニア FC のバンディなんです、この世界戦で。だからそこは放出しませんから、もう。で、ターンオーバーの段階で絶対出番はありますんで、皆さん期待してください、バーゴールも。まだまだバーゴール量産。ちょっとちょっとちょっと、ちょいちょいちょい、はアブリル・ロビン。アルティントップがもうグイノスケだな。バイルン時代が好きです。ベンガルフ、いいよ。クリスティアーノ・ロナウド、ベーベーベー、メッシの、え、取られたけど。アサモア、PK、PK ファイ、PK ファイヤーもちょっと得点で早く、マザー2の音源ゲットしてあるんで、こっちはもう、PK ファイヤーの演出やりたいんだけれども。OKOK。まもなく前半も30分が経過します。メッシに当てて、こうでいいんでしょ、で、こうでしょ、それでいいんだよ、俺、ほら、イブラはな、ここはよく弾いて、一旦ピンすごいぞ、マジで。すごいぞ。ベアルファでいいか、キッカーは確か上手かったはず。大きく合わせて PK、 ああ惜しい。ここはよく守りました。オノシンジのコントロールカーブ、は順調に試合を運んでる。やめてくれ、やめてくれ、押してますよ。ナイス、出すな、オッケーオッケーオッケー、出さない、我慢、それが喜ばれるから。手元の時計では1分を切りました。 PK 頼む、ちょっとこのアディショナルタイムは本当に相手魔法使いだから、マジで、マジで魔法使ってる。ナイス、メンタリシティ。メンタリシティ。前半戦終了です。いや、アウェイゴールで、アウェイゴールだよね、これ。相手ホームだったよね。それでこの展開はもう願ったり叶ったり、ムンタリです。やばい。いや、ちょっと今の面白くないですか、どうですか、願ったり叶ったり、ムンタリ。流行らそう。ナイス、クリスティアーノ・ロナウド。ちょっとカウンターで、やっぱカウンターなんかな、我々。おいよ。あ、ナイス、ムンタリ。そう、最短でまっすぐに一直線。え、そこからアイウート、ベー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 。これちょっと、シュンさん入れていいですか。ちょっと入れたくなっちゃった。入れたくなっちゃったって。なんでもないです、なんでもないです。アデバ行ってメッシさんのとこにバー、伝説の3枚替え、シュンさんでぶち込みます。これ何メートル ?23。 これ行ったな、シュンさん。シュンさん結構曲がるんで。あ、行った、なった。まあ、コメント欄で来てましたけど、悪道しかいねえじゃねえかこのチームって来てましたね、そういえばね。そう考えるとベントナーとかも欲しいけどな。ような気がするんですよ。は？最短でまっすぐに一直線に。ダム系だからなんだかには負けねえんだこっちへ。うん。やめて、やめてクレメンス。あー、やばい、ファールトラブル。あー、ごめん、ごめん。ここで選手が集まっています。ちょっとごめん。ちょっと心配ですね。シュンさんも後半からの出番でイラついてたのかもしれない。ごめんなさい、怪我じゃないといいんだけれども。フェアプレーション狙ってるんじゃん、よちょちょ、ナイスハンダロビッチ。バーに合わせても勝たねえだろ、ヘディング。うわ、怪我されてた、申し訳ねえ。それはで、これちょっと取られたら危ないよ、勝ってるけど、アウェーゴールで。あー、もう始まってんな、四角連打マン。これもアデバに、おどんコール入ってきた、また。アデバに、蹴ります。アデバに行かねえんだよ。どういうことだっちゃ？バー！見せろ！スピードスプター！スピードスプター！いや、今、ボールに行ってるように感じましたけどね、私は。これ、バーに出します。振り向き探しよー！いや、今、一世一代のバーゴールチャンスだけれどな。
シュンさんのコーナーはニアにズドンです。真ん中入れた、クリスティアノだ。まずい、準決勝へ進めるか。ナイスマイコン、しかしマイフラスで終わらせに行く。オッケーオッケーオッケー、終わらせに行くサッカーも必要よ時には。おっしゃい、おっしゃい、おっしゃい。いやムンタリじゃねえや、イブラヒモビッチ神様ですね。神様、神様ウェディングバケーション。父さん母さんありがとう、大切な人ができたのです。聞いたな、耳に穴が開くほど聞いた。うわ、メッシがスバラですね。しかしながらも、うん、で、あ、コンパに戻ってきた。ナイスーナイスー。ターンオーバー必要な人、ペペちょっと疲れてるの。コンパに行こう。コンパニオン絶好調です。シュンさんも絶好調です。シュンさん行きます。じゃあアトレティコ、クリスティアーノ・ロナウド選手とあれしますよ。フェルナンド・トーレス、うん、フェルナンド・トーレスがもうこっからグイノスケになっていく世界戦にです。マジで、うん、強いなアトレチコ、マジで、うん、リュクさん夏、リュクさん懐かしすぎ。ペテルリュクさん、はい。トーレスにはちょっと注意してほしいな。やっぱりディフェンスラインはねえ、アリがトーレスっていうのはダメです、それは。あ、いましたよ皆さん、監督センターバックやってます。センターバック、はい、なるほど、わかりました。シメオネさん容赦はしません。監督だろうが何だろうが、私も監督なんで、ちょっと言ってる意味が分かりません。ナイスオノ、なんかプツプツ言ってるけど気にしないことにした。いけんじゃないこれ。でん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 じろう、でんでんでんじろう、クロスクリス、ちょっとタイミング合いませんでしたね。いや、ファールかい、それムンタリの頑張りを。俺はでも見たよムンタリの頑張りを。マイコな、うわわ、まずいまずい。小野伸二のカバー、小野伸二のカバー、小野伸二のカバーカバー、やばい、はぁ、あ、嘘、ハンダロビッチ、俺のハンダロビッチ。右のサイド上がっていきます。ナイス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 、戻しますよ。ピケピケコンパニー、ピケコンパニーマイコンだ。シュンさんナイス、縦へのパス、前へ、さあいい展開だ。おの、うわ、そこでかと、だ、ちょっとやめてください。アンダロビッチ、メッシ空いてるけどな。回してナノ、いやちょっとファールになるな、ピッピピッピしてくんな、この人短パン審判。メッシ空いてんじゃない、いけるよこれ、これ内側に返します。いや嘘、あれもう現実メッシなら現実してたよ。ナイスイブラ、うわダメか、ムンタリ嫌われてる、もしかして嫌われてるか、全部ファール。ロスタイムは3分ほどあります。オッケーオッケーオッケー、嘘じゃん、やらせるな。そう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 、いやいやいや、それちょっと今チャンス始まってんな、審判が嫌われてんのかもしれない、もしかしたら。本当にレアル強すぎない、ちょっとポルディ行くか、調子良さったんで、どうしよう。じゃあクリスティアロナの真ん中でポルディここに行こうか、それありなんじゃない実際問題。ここで力を見せるとき、俺たちは俺たちのサッカーをするだけだ。俺たちのサッカーっていうのは
あれです。来た！俺たちのサッカー！ロナウド！やはり君は真ん中でもすごい！真ん中でもすごいんだよ、うん、最高。メッシからこれ最高だよ。イブラもすごいけどロナウドもすごい、うん、頼みますよ。ポルディの活躍も見たいです。待ちに待った先制点ですね、うん、この後もしっかりと自分たちの戦い方ができればいいと思います。そういうのね。オッケー、オッケー。ポルディ、あ、右にはたいた。クリシーの弾丸オーバーラップ、真ん中にスルー、クリスティアーノ・ロナウド神やはりちょっとあれか、やっぱユナイテッド時代はウィングラーグイグイグイだったけど、やっぱレアル・マドリーがやったようにうちでは真ん中起用っていうのも本当に多いの多いですね。これはね、大井町競馬場です。これはもう本当にすごいな。アトリティコマドリチェックに行く。こっからどうする、ちょっと待てよ、コンパニオン入ってくる、いいよこれ、いいよ、最短で、い、最短で行こう、最短でまっすぐに一直線に。バットフリーになった。ハートトリックヒーロー、ハートトリックヒーロー、やばいやばい、喉痛い、どうなってんだマジで、神じゃないか本当に。ハットトリックですか。バーの次は CR7、 いやこれはなんてことでしょう。はい、ヒーロー流れてますね今ね。いやー喉痛いな、いきなり。ポルディもアシストかましてますからね、これ。やっぱこのフォメがね、カウンターしやすいんですよね。分かっちゃったな、俺。ほら、最短で、ねえ、ほら、まっすぐに一直線にだもん、これまた。これいいボールですよ。こうでしょ、それで、ほら、ほら、え？マジか、全然出ていた。ちょっと変えますね。メッシさんも、あれなんで、ちょっとバー行っていただいて。いや、ナイスですよ。素晴らしい活躍でした。はい。こんなに楽しいのか。メンバー揃うと。はい。いや、今、違ったな、バーだったな。失点はしないでいこう、失点はしないで。絶対守る習慣。いいよ。いや、フィジカ、お、ちょっと、ワンタッチで。フィジカ、バー、見せろ下げてこ、いや、大丈夫、攻めさせてないもん、全然。今日はナイスペインアルフ、バーが空いてる気がする、ほらな、抜けろ、いいよ、うわ、バーがまたほら待ちぼうけタイムなんだよな結局。手元の時計では1分を切りました。繋いでヘライ、取れない、あ、待って、ロスタイムの魔術師始まった、ロスタイムの魔術師やめろって。ナイス、終わり、よし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 、強い、強い。これはロナウド CR7 7.0、 もう最高です。 7.5 とかじゃないのよ、 CR7 は 7.0 がいいの。そう、ありがとうございました。ありがとうございました。レアル・マドリードはさ、全く負けないけど、なんなん本当にこの世界のレアル。メッシはすごい、メッシはさ、ちょっと第二次成長剤大谷さん、一回見ていいですか、リーグ順位表とゴールランキング。もうレアル・マドリーもこれ優勝じゃないのこれ、もうだって何節残ってんの、あと13差でさ。ゴールランキング見ますね。あ、 CR7 が、でもちょっとロナウドが18ゴールっていうバカみたいな、どういうことだこれ、売車やってますレアルは。勝ち点差13差で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、ちょうどかいけるかいけないかだ。よく言うじゃないですか、勝ち点差の数の分だけ試合があればまだ追いつけるって。ただこっから負けるって想像できないんだよな、あんまり。
ハンダノビッチと、あ、シュマイケルデビューいきます。シュマイケルデビューいきます。で、コンパニーピケでいいね。で、マイコンちょっとお疲れモーディーだな。ナタデココ行くか。で、ベンアルファが最高な状態なんで、ちょっと疲れてるけどどうしよう。ちょ、行くか。じゃあバーポルディ、うん、イブラ、イブラも疲れてるな。ロナウドちょっと一回じゃあ真ん中で使ってみよう。それでいかがです、いかがですか。で、ロナウドはやっぱね、こうベンフィカはちょっと意識してると思うんで、実際、はい、シモン懐かしすぎる、うん、やっぱこうね、切磋琢磨した仲間がいっぱいいるから、 いると思うんで、プティ、はい、プティですよ皆さん、プティ、ねえ、うん、いいな。やっぱ時代を感じれるってすごくいいな、すごくいいって思ってます。私、過去作ってやっぱ面白いなって、面白いな、面白いな、おかしいな、面白いなって、はい、ホームでも勝つ。よし、猫金ですよ。芝の状態は最高潮、猫ニャ FC も非常に非常にいい状態。今これはカットインマジシャン見せる、カットインマジシャン、シュート弱すぎー、まあ、パスになった。さあ、シュンさんがボランチ起用なんで、ちょっとまあボランチアンカーというよりはピポーテっていう形でね、ロングパスなりなんなりでゲームをコントロールしていただくっていうことです。やっていきましょう。オッケー、いいよ。ナタデココも今日は行ってるから、スタメンで。逆サイドむちゃくちゃ空いてるけどな。右サイドからナタデココのドリブルで、そしてここはボマト、ナイスシュンさん、これチャンス、ドアップ、トラップ地獄。なんか入ってんのかな、彼はスパイクに鉄板でも。努力マンやめろって言ってんじゃん。だ、え、ちょちょちょ、ナタデココ、あシュマイケール、シュマイケール、シュマイケール。まずは今日最初のセット。いや、親子パワーです、親子パワー。パワーこそ力。まずすぎ。おぶねー。CR7 が真ん中で相当良かったんで。それにちょっと期待している自分がいるんですけど、バーに当てます。じゃあ ポドルスキやった。回して、あんバレてんな。黄色一個もないやついるぜ向こうにはって、バレてる。そんなこと関係ねえから。あ、全然関係ある。やめ、ちくりピケ、おーしよしよしよし。でもちょっとオリジナルメンバー入るときで全然変わるな。シュマイケ、おーしよしよし。親子パワー、パワーこそ力。ナイス。あった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 、なになに、もうちょっと怖い怖い怖い。よし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 、やーべー、むちゃくちゃやられてる。何本目コーナー、大コーナー時代。オッケーオッケー、それでもう蹴って終わり、終わらなかったらカウンター終わら、終わるんだよな。レアル負けてて、絶対絶対に負けてて、レアル、レアル負けてる負けてる負けてる。ユナイテッド、ナイス、これ勝つぞみんな、絶対に勝つ。先に仕掛けていくのはどちらのチームでしょうか。こういう試合、こういう相手が負けてる時に勝つ、そういう運も必要だから、優勝するためにはね。頼むぞ。いや、うーわ、あ、おおおお、さいかい。点を決めた人にはあげますよ。ユンケル、ユンケル3本。左ウィング、バーチャット。いやー、バーチャットのパスがもう本当ベクトルが人と違うんだよな。パス出すベクトルが。できると思いますよ。マヘルなんです。やべやべ、やっぱりナタデココのところがもう全然だ。うわ、地獄。前方へ。後半の15分に差し掛かりました。来た、来た、ロナーディ、ロナーディ、キックフェイントでかわしてドン。うわー、やんなきゃよかった、余計なことを。
余計なこともしてるっていう自覚。取って、いやーまあピンチピンチピンチ。そこから白のキープ力。いや願ったりかなったりムンタリ。繋いでベンガルファ。そしてここはクリスティアーノ・ロナウド。キープ力には評判。素晴らしいよ。バーがずれて。素晴らしい集中。マジでよ。大ピンチ迎えたけどコンパニのザウォール。時間は後半3分。お前何やってんだマジで、さっきからやってられません。だこれだからロナウド真ん中、あここはちょっとアデバでいくか。ちょっとあれじゃあチェルニーにサイドバック起用。いやちょ勝ちたいよこれは本当にマジで。さあ伝説のキャプテン入ってきましたからチームスピリットは上がってるはず。今のウィレー風に言うと彼だけで200あるんでチームスピリット。ドサンコス、いいですね、いい読みでしたよ。 OK ポルディ行け、頼むポルディ。うわ負けるな。いやマジかよ。チェルニー絶対取る、そこで抑えろ、蓋しろ。やばい時間がないぞみんな。うわうわうわあ中を見ている。やばい開けさせんな。よいしょ、ラストラストラスト攻撃。そうディフェンスいい集中力溜まってます。いや嘘だろ、フラスルシュンシュンシュンでしょ今。ナイスポルディ、いいよいいよ。あればあればあれば、オッケーオッケー、あればあれば。うわアデバヨタッチを割っています。いじけてんのかな。スローインするのはドサンコス。ロナウド、この選手にはロングスローがあります。入ればなんでだよ。終わった。ここで引き分けはちょっといただけないんです。バーチャットなんか使ってっからだろ。レアルは負けてるけどね。でもね、そろそろお別れの時間となりました。本日の解説は中西。まあ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 、なんとか引き分け。シュマイケルがすごいな、成長も含めて。シュマイケルの方が強くなるのかな、ハンダルミッチュ。ベンアルファも成長。次回ミランですね。順位表順位表、あレアルともだ次回。マジか、ミランと勝ち点差1勝。なるほど、2位に上がれるってことね、これ勝てば。12、うんうんうん、そういうことね。ちょっと他のリーグも見ようか。チェルシー、レバークーゼン、ミドルズブラ、バイエルン、リバプール、ローマ、インテル、ユベントス、ブラックバーン。ブラックバーンすごいな。でカップ戦我々勝ったんで、次ミラン。あれカップ戦か、このミランは。カップ戦じゃん、カップ戦ミラン違うわ、ミランミランなんだ。え、ミランミランレアル、地獄、次回地獄だ。あったー。まあ、成長シートちょっと見ましょう。シュマイケルはすげえ上がるじゃん。シュマイケル、ハンダロビッチ、ああなるほどね。まあどっちも使っていくっていうのが一番いいんだろうな。コンパニアでもまだ成長するはずだけど、なんかうちのチームではなんか成長止まってんだけど、これどうしたもんですかこれ。なぜです。ピケはグイグイで追いついてる感じはある。うん、ナタデココはもう緩やかに緩やかに加工。34歳、クリシー、あー なんでだろうか。あ、これ1例目はあれな、しょうがないのかな、こういう数値になるのかな、みんな。うん、ポルディも上がるもんね、能力まだね。はい、バーチャットも上がってんのよね。ロナウドがもうよくは、なんでこれ怒られるよ未来の人に。一番成長しなきゃいけない人でもあるよそれは。ほんとマイコも上がるしね。小野さん、うん、チェルさん下がってる。メッシさんはもう半端ないことになるよ本当に。アデバよりも上がる予定なんだけどな。リブラもちょっと、あでも横ばいなのかな、リブラも。という形でですね、ミランミランレアル、次回はちょっと
とまあ今日で連勝も止まっちゃったってジョン・カビラさんも実況でおっしゃってたんで、次回ちょっと怖いけれども、まあカップ戦は勝てば決勝いけるんで、そこは絶対に勝とう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録者が増えて本当にハッピーライフです。ハッピーライフタマホーム、ありがとうございました。さようなら。